そうですね。ホッカレモン消防音楽隊は名古屋市消防局の直轄バンドであり、昭和33年12月に名古屋市消防音楽隊として発足し、昭和62年にカラーガード隊 E エンジェルスが加わりました。平成28年4月からホッカ札幌フード&ビバレッジ株式会社とネーミングライツ契約を締結し、ホッカレモン消防音楽隊の愛称で活動しております。華やかな演奏演技を通じて防火防災救急と消防各分野の PR を行い、安全で災害に強い街づくりを呼びかけています。指揮は渡辺克美隊長です。本日は2曲演奏していただきます。1曲目は世界中の子供たちがです。シンガーソングライターで絵本も手掛けている新沢俊彦さんが作詞し、絵本作家の中川博隆さんが作曲したこの世界中の子供たちがは、音楽の教科書に採用されたりテレビ番組の中でも歌われることもあって耳にされた方も多いと思います。この歌をモチーフに世界中が平和になるよう願いを込め絵本も作られました。それではビリーエンジェルスの演技も合わせてお楽しみください。皆さん、住宅用火災警報器はご家庭に設置されていますか？名古屋市内では約8割のご家庭に住宅用火災警報器が設置されています。設置していたおかげで火災にならずに済んだという事例は毎年70件以上あり、また火災になった場合でも損害額は半分以下、焼損面積は3分の1以下という連打が出ています。住宅用火災警報器は煙で火災を発見するので火災に早く気づくことができ、被害を小さくすることができます。火災から大切な命と財産を守るためにも、まだ設置されていないご家庭は一日も早く設置していただきますようお願いします。次にお送りするのはハローファイヤーマンです。この曲は消防職員や
団員の勇気とその意気込みを奮い立たせるためにサイレンや鐘などを取り入れ、火災現場に出動する様子をイメージして作られた勇壮な行進曲です。リリーエンゼルスの演技も合わせてお楽しみください。世界中の子どもたちがハローファイヤーマンを演奏していただきました。今一度音楽隊の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。